よいしの平成でございます。えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、良い玉木さん、玉木雄一郎さん、国民民主代表、衆議院を議員をお招きしましてお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はちょっと外交の話を。はい。あの、玉木さんあれでしょう、ほら、アメリカ行ってたから、うん、国連事務所なんて行っ,てた,行ったことは。はい、あの、<laughs> あの、言ったことあります。うん。それで、岸田さんがいろいろと、あの、でも今回の岸田さんの演説、いつも、あの、なんか政治家が、日本の政治家が行くとね、はっきり国会処刑みたいな形で、人いないんだよね。いないあれはきついんだよね、ね結構ね、政治家にとってね。ないです国連総会の演説で、も、それにもましていないような気が、正直でしたんだけど、ね。前後であったドイツのショルツ首相もいなかったんで。いなくて、まあまあ、あの、 なかなかね、あれ、酷なんですけど、う,んうん、うん。まあ、それにしてももうちょっとね。だって、あの、官邸の、あの、ホームページの時に、普通はもうちょっと全体ショット入れるんだけど、入れられなかったあの、あまりにも空席が多くて。うん。あの、普通はちょっと入れるんだよね。あの、6人全部入れるとすごい少ないのが分かっちゃうからだけど、ある程度入れるんだけど、官邸の写真ですら入れられなかったね。<laughs> まあ、ちょっとこれはまあね、あの、岸田総理というよりも、日本自体のプレゼンスが落ちてきていることに、もう少し、うん、 こう、危機感を持つべきかなという気がしますし、ね、やっぱり、あの、まあ、常任理事国入りをね、あの、インドが、あの、いろいろ言ってたりするんだけれども、まあ、国連改革やらないと、今のままでは機能、そもそもしなくなってますね。<laughs> まあね、国連改革で言うやすしで、全然、なかなか難しいだろうね、これはね。 まあもうでもロシアがああいう感じだし、まあ戦勝国の枠組みなんでね。うん、だから本当はもうなんか、第二国連みたいなのを作らないと、まあ、難しくなってきてるのは事実ですね。それ、ねうん、で、あの、玉木さんあれじゃないですか、その、日本に学前って言うんで、そのものの首相。あ、ね、国連総会で処理水放出を非難っていう。 記事ってね。これは、こんなことを言,言われちゃったわけよね <laughs>。まあね。で、これね、私さっきの記者総理のね、まあ、うん、あの、空席や目だったっていうことは、まあ、あの、毎年ある程度しょうがないことだとはいえ、うん、今回ね、総理の演説の中に処理水の問題を入れなかったでしょ。うん。 まあ、ちっあそこでいいだよね、うん、だから処理水の問題をやっぱりガーンといってこういう、ね、ことをやっぱり先制パンチをあぶしそうとかないと、うん、でこれままあソロモンご存知のとおりその中国が相当な支援をしていて、うん、やっぱりあの戦略的に重要なねやっぱりソロモン諸島はまあ皆さんもご存知の通り、うん、第二次世界大戦の時に日本も重視したっていうのは、うん 太平洋ということを考えたときに、極めて地政学的に重要な位置にあるから、日本もあそこを抑えに行こうとしたわけですね、旧日本軍も。だから、それを今中国が抑えようとして、まあ、ある種、経済的な支援によって、まあ、あちら側に引きつけようということをやってるし、まあ、その意味でのですね、様々な工作が、こういうところでも、まあ、こうそうしてるわけですよ。うん で、これだけ、まあ日本がね、その安全基準を満たしているものですということをいろんなところでやっても、こういうその大っぴらなところで言われてしまうと、やっぱりね、あの、外交的にも影響があの少なくないですよね。だからまあ、あの、まあ今のこの、あの、ソロモンの首相の時には難しいかもしれませんけども、まあ日本も多分島サミットみたいな島初国を 束ねるるような枠組みででサミットやったりしてるわけですからまあ戦略的な ODA とかをね、あの、主義によらなくてもできるようにしましたから、あの、必要な戦略的支援をしながら、やっぱりきちんと、中国べったりならないような、まあそういう外交的、また経済支援ということは、これからより一層やっていく必要があるし、このね、やっぱり、 その、ソロモンの発言っていうのは、軽く見ない方がいいと思いま、ね、うんですね。そうだね。あの、でも、木田さんはさ、核廃絶にこだわりがあるからさ、うん あれ、正直って言っても、それほどピンとこないんだけどな、なんか核兵器も、厳選もない国だからね、日本はね。<laughs> 沈黙の艦隊の。沈黙の艦隊、私の解説はね、<laughs> 沈黙の艦隊30年前、みゆ見てた漫画あ。あの漫画、<願>あれ、国会,あ国会で取り上げられたこともあるし、ね、それで、あっちの国会演説の迫力あるでしょうに。だってさ、厳選をさ、ね、取っちゃって、核兵器積んでるかもしれないってんで、それでこ、ここで乗り込んで喋ってんだから。 こっちの迫力あるでしょって言うんで、私はちょっと開かして言ってるわけ。<laughs> <laughs> このくらいじゃないとなかなか聞いてもらえませんよとね。まあ、それは、あの、えー、まあ、沈黙の艦隊って、あの、9月今週、今週の金曜からやるんですよ、映画で。映画ね、うん、画29日から。そう。 それ、うん、で、やるんだけど、そっちの方がね、あまあ、ある国連連施まで行かないよ、もちろん。あの、もう、あれすごい長いからね。でもね、リアリティがあるんだって、やっぱり潜水艦と原、あの、原核液っていうかね。まあ、これがないとね、<の>正直言うとなかなかね。潜水艦発射、SLBM で発射する。 核ミサイルですね。核搭載ミサイルな。なんかだからね、あの、ゆくゆくはそういうのがないと国連改革,改革もうまくできないでしょってちょっと言いたいくらいなんですけど、ね、まあこれはこれでいいや。あの、じゃ次はあれね、はい、あの、汚染魚がダメなら汚染水もダメでしょって、まあそれは、えー、玉木代表が、ね、共産に違和感って、ね、なんか面白いこと言うね、汚染魚はダメ。<laughs> いや、これだからね、多分漁業者のことを考えるから汚染魚っていうのはダメだけど、でも汚染水はッケーっていうのも、汚 水だからななんじゃい魚はダメならだからこの辺がねあのまあダブルスタンダードな感じがするしね、うん、で少なくもさっきのソロモンのやつもそうなんですけどもうねその中国とかその影響下にあるような国と同じようなことを我が国の政党とか政治家がもう言うべきじゃないですよ。うん ね、まあ同じだからね完全にねこの人たちは、ねうん、だからこれからねこれある種このインフルエンスオペレーションというか影響力操作っていうのを相手国の世論を分断するような情報工作っていうのはネット使ってもこれからどんどん行われてくると思うんですが、うん、台湾 NG とかになった際にもですね、うん、やっぱり日本のこう世論を分断するような工作はもう今も多分行われてると思いますし、うん、そうなった時にもかなりですねあると思うんですよ。 だから、その、日本の国益に合致するという、こう、論調というよりも、その、やっぱりどちらかというと、あちらの国の影響を受けるようなことを同じように言うようなね、うん、政党とか議員も出てきかねないですよね。うん、私、これ試されてると思うんですよ、今回。だから、とにかく、科学が風評に負けるようなことは、絶対やっちゃいかんと。 思うので、これ結構私何回も言ってるのは、あの、ね、我が国のこれからにも関わるので、まあ、野党だからもちろん政府にやってることを批判的に言ったり、言うのはいいんだけれども、この件に関してはね、あの、やっぱり核汚染水みたいに、中国と同じような主張をすべきではないと思います。うん これはだから今、共産に言ってるんだけど、次の話だと、立,立民と国民で広がる溝とかこういうふうな記事があるんだけど、これは結党3年合流ますます困難になって、これはどういうふうにコメントするんですか <laughs> 我々は何も変わってないんですね。うんうん、で、あの時はやっぱり分かれた多くの一つの理由は、やっぱり、うん、原発ゼロと、即ゼロみたいなことを言っていたので、うん、でそんなことではね、 あの産業も育たないし賃金も上がらないと、うん、労働者のためにならないということで、まあ、ある意味働く者の生活者の立場に立った本当の政治をやるためには、うん、あの原発ゼロなどを掲げる立憲民主党とはできないというのが、うん、あの時の時決断だったんですね、うん、でその後、じゃあ現実的になってくるかというとロシアのウクライナ侵攻があってエネルギーの安全保障が世界中で問題になる中にもかかわらず、ねうん、GX の法案に反対したりですね。うん で,で、化石燃料もダメ、原発もダメって言っていて、<う>なんで安定供給するのだと。もちろん再生可能エネルギーは我々も進めたらいいと思ってますが、うんうん、ただ再生可能エネルギーと純国産の原発合わせたって日本はエネルギーの自給率12.6%ですから、うん、どっち選ぶんですか、どっちもやったって足りませんっていう現状を、やっぱり現実的にですね、解決策を提案しないと、 産業も育たないし、賃金も上がらないし、よってもって働く者生活者は困ると、うん、いうことなんですけど、変わらないですね、立憲さん。で、まあ、泉さんなんかは現実的に分かってるんですけど、そうじゃないことを言う方々が立憲の中にいて、うん、またその汚染水のようなことを未だに言ってる方を、岡田幹事長も止めることはできないわけですよね。<ー>言論の自由があるとか何とか言って。だからそこはちょっと我々、その現実的な 政策をやろうということで決闘した我々からすると、むしろ逆にこう、よりですね、うん、立憲さんが、まあ、左に行ってるというか、非現実的な方向に行ってしまって、うん、よりこう、政策的にですね、なかなかこう、合致するところが難しくなってきてるなという感じですね。なるほどね。これも原子力が大元ですか、元々なんですかね。元々大きかったですね。全保障とか、 ま、憲法ですね。憲法もね、うん、あの、もちろんいろんな意見があるんだけれども、ただ、もう、ここでお前申し上げたように、<laughs> 議論すること自体が去るとか言われるとね、<laughs> それはちょっと違うし、言論の負なので、うん、だからその、まあ、基本的な政策とあとそういった、その、国会に向き合う態度がやっぱり、ちょっとね、もう何でもかんでも批判ばっかりっていうか、 お前立憲さんもいろいろいるわけね、大変だね。いる,いると思うん、ね、で、それがやっぱり、うん、で泉さんも一応、ねあの、公正な党内手続きで選ばれてきたわけだから、後ろから鉄砲ばっかり打たずにですね、支えてあげたらいいんだけど、また今度なんか、いろんなグループがそれぞれ、あの、<laughs> こうなんかね、こう泉さんを下ろそうという勢力が2つか3つかあるみたいなんで。<laughs> なかなかあれですね、野党が。うん ままとらまなないから自民党は楽でですすねそうんよただ、そこを、これは、あの、ね、あの、東大の坂谷史郎先生が、政治学の先生が言ってますけど、うんまあ、例えば憲法ということにおいて、あまりにも、こう、語圏派の人がこだわるから、うん、憲法を現実的に議論しようとなると、野党の中が真っ二つになっちゃって、うんうん、結局、野党をまとめて、 過半数いかないので、うん、いつまで経っても事項が、かつての中選挙区時代以上に、55年体制になってるんで、うん、ネオ55年体制といってですね。私はちょっとね、その、どちらかというとリベラルな野党が少し現実的に変わっていかないと、うん、もう今の野党いくら足し合わせても、うん、政権交代に至らないと。うん、で、それを国民が、 もう見透かしてんじゃないかなという感じがしますね、うん。そういう中でね、次のこの記事までだけど、圧巻の自民超え国民保守党の X フォロワー数、国内政党で1位と。これ、国民保守党について、た玉木さんはどのように見てるんですか、これ。あこの 百田新党。百田新党、ね。うん。百田新党じゃなくて、国民なんか今、保守党って名前、あなあ,あ,あごめんなさい。ちょっと日本保守党。日本保守党。で、うん、ね、これね。というふうに名前を、あれ、ちゃんと変えた、ね。まあ、すごい、やっぱり、あの、支持する方がいて、フォロワー数が自民党を超えたということなんですけど、まあ、うん、実際の選挙にどれだけね、これがまた、 あの、結びついてくるのかっていうところは、ちょっと今後、よくよく見定めていく必要があるのかなと。うん、だから、まあ、あの、選挙区で勝つっていうのは難しいんで、比例票でどれだけ取るのかなという気はしますね。うん、ただ、まあ、これまでその、参政党さんとか犬国さんとかね、うん、ネットを中心にこう、広げてきたところもあるし、まあ、そういったところ多少主張がダブってるところもあるのかもしれませんので、うん ま、どこからね。まあ、あの、自民党の、その、かつて安倍さんを支持して,て、今の記者さんのやり方に不満なような人たちが行くのか、うん、ま、どういう層に支えられて、どういう選挙運動が展開できるのかっていうところは、今後、私もよく注目していきたいなと思っています、うん。まだ、ま、政党もできてないからね。ま、ま、そうですね。このいつでしたっけ、うん、?17 日。なんか17日は。月の17日。うん。 <で>これでね、あの、高井先生もなんか。いや、私、だから関係ないでしょ。なんかいつい、一応 <laughs>、ようで、俺、あの、一切、だから、私は政治活動しないからっていう言ってんだけど。奥さんに怒られる怒られるよ。決まってんでしょ。<laughs> <laughs> だから、あの、絶対に出ないんだけど、なんかまあね。まあでもね、どういうインパクトを与えていくのかっていうのは。うん あれでしょそ、率直に言うと、百田さん出るか出ないか関心があるんじゃないいや、そう百田さん出たらね。百田さん出て、どこに来るかって話すことになったらね。うん、それはそれなりに意識するでしょう <laughs> もうちょっとここはこ、まさに今後の動きに注目ですね。うん、日本も着々と言ってるらしいんだけど。でも私よく知らないんだけどね、飽きるとね。知らないんだけど、まああれだよね。あの、 まあ10月17日、あの、パーティーに来てくれって言われたから、そのくいけますけどね。<laughs> 今もう27万5613になってます,、ね、す,す。これはね、50万近く行くの間違いないんですよ。だって、あの、百田さんと有本さんのフォロワーがそのくいるから。<laughs> まあ、足したらそうなるわな。ああうん。でも別にこれがね、あの、投票率に関係あるかどうかってわからんわね。うん、ちょっとでも、 なるほど。うん。まあ、花田さんもね、応援するんでしょうか、ね。そうあ。いや、こ、今週、今月後の花田かななんか総合演だよ。そうですね。うん、うんこ。こういうの何ぶ不気味に思うんですかあの、10代の政治家の人って。え、どういうふうにやってんのって関心があるって感じまあ、あの、我々、どっから票を奪ってくるのかなっていうところはね、<laughs> 関心がありますよね。<laughs> でも、うん 日本保守党だから保守系から奪うんだろうな、だからまあ自民党とか、うん、あとはね、賛成党さんとかから行くものが結構あるのかな。<laughs> そのあたりがね、もうちょっと気づいや、うちにもね、うん、ちょっとこう、少し最近支持率上がってきてるのを分析すると、やっぱり自民党で今の自民党に飽き足らない人とか、うん、あの、ちょっと最近の賛成党に心配だっていう人が、うん 国民民主党に流れてきてるのも見受けられるんですよ。でそれがこっちに流れてしまうと、<laughs> うちも影響を受けちゃうんで、その意味ではちょっと注目ですね。うん、あまあ、あれだよね。あの、選挙がいつあるかってわからないけれど、ここで百田さんと、あと、誰がね、既存の政治家が行くかとか関心あるんでしょあ そうそう。高橋先生が行くかどうか一番関心あんだけどね。全く関係ない。私は、<laughs> 私は単なる YouTuber でございまして全く関係ありませんけどね。<と>これは、でもあれだよね。やっぱりこういうのがたくさんあるってことはいろいろと不満があるからなんでしょうね。まあ、いろ、ねうん、んな不満をどういう形で受け止めるかっていうのの一つなのかもしれませんね。うん、うん、まあ 一応、あれですか見てるんですかこの、百田さんの話とか、そういうのは。見てます。ますおフォまワーら、まあ。フォロワーになってんの一応ね、フォロワーはして <laughs>、まだしてないんだけど、ましょうか。<laughs> まあまあ、あの、まだフォロワーはしてます。<laughs> いや、これはいいですよ、別に。まあ、いろいろと今、あれだよね。野党の未来っていうのはどうなるのかって。まあ、共産党は知り滅裂だけど、まあね、あの、 いろんなのができてきて、これはこれで選挙になるとまた楽しみがあるかもしれませんね。あと次は日米と中国の話について,いてでね。はい、これ今度米中首脳会談なんかどういうふうになるんですかね。あの要するにあ、あそこのなんだっけエペックかなんかが合うでしょう。うん、あれどうするのかな。もうアメリカやりたいんでしょやりたいでしょうね。まあ、うん、アメリカ、まあ中国もですね、うん、国内経済がやっぱり相当心配な状況になってきているので、うんうん 経済的な関係はあんまり悪化させたくないというのが本音じゃないですか。うん、それは日本との関係も。うん、うん。ただ、あと、まあ、一方でですね、その、経済が悪くなると、関心と敵を外に作って、うんうん、まあ、あの、特に若年層の関心をそらそうとするのは、まあ、どの国もよくある話なので、まあ、その意味では、こう、 えー、けしからんと言いながら、でも経済的にはつながっていたいという、まあ相矛盾するですね、えー、ニーズをどう満たすのかということが、この、米中のですね、あるいはまあ、えー、中日の関係を規定する。ただ、一ついつもパイプ役に日本でなるのは公明党さんなんですけど、山口代表も行くと言ってて、まあこの処理水の問題もあったりしてですね、 いけなくなってる、目処が立たなくなってる、うん、ということですから、まあその意味ではまず、米中がどのようなですね、歩み寄りをするのか、あるいはまあ、引き続き緊張感と競争を持って対抗するところはどこなのか、というところをよくよくこれから見定めることが必要かなとは思いますね。今度はアメリカでしょあそこ、a ペックのやつ。今度はアメリカですね。だから、多言ってましたけどね。ねうんあの。あと、あの、日中間。 これ,はこれは韓国にいろいろ頼んでるんですかまあ日中韓はですね今、歴史的に見ても非常にいい関係ですのであのここはしっかりと強化をすべきだと思いますしあの日米韓はまあ,あ,のある意味 G7 の,の広島サミットでもですねあの実現しましたのであのまあ対北朝鮮のミサイル開発核開発に対抗する意味でもですね これもっと緊密に頻度を上げて、会うべきだと思いますね。うん、あ、これ、に、これ聞いたので、ね、あ、日中。日中間。中間今度やるんでしょ。あね、韓国ででしょ。日中間。まあ一応韓国にや,や,ら一応やらせてるわけで、ね、まあそうですね。うん、まあ、ここが一つう、どういう形で実現するのかっていうのがポイントですね。あれか 中国がここに来るか来ないかとかね。最近ほら、習近平さんはもうで、何点かな、内弁慶見たくなってて、てもう全くなんかね、外に来ないでしょ。うん、だから、ちょっとね、ここは、あの、またその、合う合わないどこで会うのか、<laughs> 合うか合わないかっていうことに、<laughs> うん、その、汚染水のね、うん あの、カードを。こうやって振り上げちゃったんでしょそうそう。だから、あれ、どうやって下ろすんですかねそうですね。<う>でも、でもちょっと面白いよかったら、この間ほら、あのほら、日本の EZ 内に会場 V ってあれでっかい V なんだよね。はい、あれを設置するって言って、私もだからこれはダメだろって書いたんだけど、そしたらすぐ中国の方がね、あれは入力ミスだしだって言うんだけど、なんなのこれは <laughs> そう、だから <laughs> 入力ミスなんてことあんのかねあれは。まあ、そういう格好悪いことを外には言わなかったと思うんですけど、うん、まあ逆に言うとこれも少しなんとか日本とね、うん、あの、 いやあれはひどいよすっごい中にあれ,あれすっごいでっかいブイでもん <laughs> あの屈作戦がね<そ>あのかつその入力ミスだったということでなに、うん、これって感じこんなん合うんですかっていう感じでびっくりしたけどね中国さんは今今のところはねぐちゃぐちゃですねまあこれからね <laughs> ちょっとよく注目ですね本当に注目でございますか、ね、うん中国さんは本当によくわからないねあこれ外れてあこの忘れちゃった あ、下に押ちた失礼めしちゃったあ。ごめんごめん。はい、大丈夫。はい。だいぶ大丈夫だった。はい。ちょっと。はい。すいませんね、どうも。いや、これあれですよね。あの、最近、きな臭い話がたくさんあって、ほら、プーチンさんと、うん、ほら、キム・ジョンがあって、あれ、もう、軍事の話しかしてないっていうのは意味じゃないですか、<laughs> あれ。<laughs> ないですね。あれ、怖いですね。<laughs> まあ、あのー、 ロシアからするとですね、継戦能力を強化したいので、うん、やっぱり北朝鮮の兵器って基本的には旧ソ連のうん、うん、フォーマットっていうか企画で作られているので、うんはい、まあ、仮に質が悪くてもですね、うん、北朝鮮から弾薬などの提供を受けたい。まあ、中にはその義勇兵とかですね、うんうん、人的な支援を受けたいって、まあ、これはなかなか難しいんじゃないかと言われてますけど、少なくとも弾薬は、うん、あの、北朝鮮からもらう,うん、うん。北朝鮮としても外貨を獲得できるし、うんうん、まあ、 そのバーターとしてですね、宇宙開発技術をですね、えー、しっかりもらおうということで、多分、双方の利益が一致したんだと思いますね。うん,う,んうん。だから、これ逆に言うと、これ弾道ミサイルの技術とかにですね、使われちゃうと、日本にとっても脅威になるので、これはなかなかですね、あのー、簡単に見逃すわけにはいけない、いかない状況になってきてるなと思いますね。うん、でも、その、これ、 いわゆる三正面作戦がもう現実化してるわけですよね。うん、で、そうすると、やめてくれてたって、いや、いや、もうそれは敵の出来味方みたいなロジックで、もうや、や、やるでしょ。やでしょひょっとしたらその、あの、えっ、ー、と、米じゃなくてね、中、ロ、北のね、合同演習だってあり得るっていうぐらいだと思いますよ。あります、ね。ますね、そうするとね、日本としては、私なんかずっと昔、 から言ってんだけど、三正面作戦ってのあるよと、このものは。絶対そうなると、思ってたんですよ。だから、そうすると GDP の2%じゃなくて3でしょと、いうふうに思っちゃったんだけどね。かなり以前にそういううに思ってました。まあ確かに、あの、ロシア、中国、北朝鮮。まあこれが日本にとってのですね、うん、やっぱりまずは、あの、脅威ですから、まあそこにどう、まさに三正面で向き合っていくのかっていうのは、うんうん、まあ大変な話ですし、うん あの、容易な話ではないですよね。だから、その、まあ、まずは、あの、このロ、ロシアとウクライナの戦争がどうなっていくのか。うん。まあ、ここ、まあ、これやってる時には、ロシアはなかなか、あの、東までね、手が回せますけど。ね、ただね、その、一つ心配なのは、あの、アメリカも炎上疲れになってきてる。で、今度、ポーランドと揉めたりしてるウクライナが。うん。だから、今までのウクライナ支援っていうのが一枚岩じゃなり、 なくなりつつあると。うん、で、それでもなんとかですね、援助をしましょうということで、ロクライナーに援助をしてるんですが、その結果ですね、本来台湾に入るべき兵器とか、うん、場合によってはこれから日本は防衛費を倍にしていきますけど、うん、その中で日本にですね、回すべき兵器とか弾薬が、うん、まあ入ってこないわけではないんですけど、やっぱ遅れるとか。うん、だからこの逆に言うと、そのアジア、北東アジアにおける、 その体制が脆弱になってくる可能性は、そのロシアとウクライナの戦いが膠着して長引いてるがゆえにですね、うん、起こりうるね、ここは要注意ですね。うん、で、あの、ウクライナもですね、あの、まあ、春からにかけて反転攻勢やるって言ってずっと言ってたんですが、うん、どうも思うほどですね、反転攻勢が進んでないと。で、やっぱりね、この、あの、南と、その、こう東のあたりをですね、こう、うん あの、抜きたいんですね、下に。うん、で、この、その、真ん中の南のところを孤立させて、その先にクリミア半島がありますから、そうなると、ロシアをここでですね、孤立させるということで、どっかの南のところを、南東部を抜きたいんですよ、南に。ただ、それがあまりうまく進行してなくて、まあ、渋谷区の半分ぐらいの土地をですね、まあ、あの、進行した結果、取り返してるぐらいな話。 なんで,で、その中で来年アメリカ大統領選挙でバイデンじゃなくてトランプさんが勝っちゃうと、まあロシアと仲がいいので、えー、ウクライナ支援がさらに弱まるんじゃないのかとかですね。あとイギリスも少し、えー、ウクライナに対して腹立ててるとか。あとはまあ、これは実はウクライナ前からあるんですけど、やっぱ不正があるので、援助したものをですね、こう私的に流用したりおこながししてるんじゃないかとか。それでまあ、 えー、国防大臣が首になったりとかですね、いろんなことがあるので、まあ、ちょっと、あの、ロシアとウクライナの関係も、よくよく見ていかないと、日本で報道されているようなですね、なんかウクライナが頑張って反転攻勢してロシアが追い込まれているっていう単純な図じゃないので、また、世界や日本にも影響を与えるので、これ要注意ですね。なんか日本の報道だけ見てると、あの、あれじゃん、クリミアの方の司令部に、 ミサイルを打ち込んでどうのこうの。あれはね、だから、やっぱり南の戦いが中心になってきてるんでしょうけども、うんうん、ただまあ、あの、言うほど簡単な戦況にはなってないし、うん、あと、まあ、チらと出てましたけど、やっぱりウクライナで若い人も含めて相当な人が亡くなってますね。うん、で、これは、あの、手の内を明かすからといって、あんまり外には出してませんけども、うん、やっぱりそ、それなりのですね、えー、死者数、うん、あるいはまあ、 あの、こう、死んではないけれども、例えば手足を失って、うん、もう先生に二度と復帰できないような人、うん、そういう人も含めると、まあ損茂率って言うんですけど、うん、まあ相当高まってるんではないのかと言われてますから、うん、あの、これからの、まあ国際的な支援がどれだけ続くのか、うん、まあこれも含めて、あの、結構これから厳しい状況にむしろなっていくんじゃないのかなということで、 日本としても何ができるのかということを改めてね、考える局面になってくるのかなと思いますね。日本としてできることってどうかやのかね、あるかね。いや、もう、ただ、<laughs> あのね、車両を100台送ったりとか、うん、非常食を送ったりとかね、うん、まあちょっとこの前林大臣が少し追加で言ってましたけど、ただやっぱり、本当に欲しいのは武器なんですよ。うん、武器輸出っていかんの、うん、いや、だから今それは自民党と公明党さんが、うん、あの、武器輸出、まあ装備転三原則の 三原則があるんですけど、その中をさらにですね、完成品については、運用指針で5つの分野に、あの、非常に限定してますから、あの、日本が持ってる防衛用の装備なんか私は送ってもいいと思うんですけど、あの、運用指針の見直しを事項で、も、ま、う、あ、延々やってますけど、延々 <laughs> やってんの,ねあ,のあれは少し、 スピードアップして、あと、緩和すべきだと私は思いますね。あの、猪瀬さんがやってたやつで、高機能。 しちゃってあるでしょあ、はい、れが横流ししてて、あの、あのくらいするんだったら物件輸出しちゃった方がいいんじゃないのって <laughs> 正直と思ったくらいだけど、私はね。もちょっと本当はバラバラにして出すんだけど、<laughs> うん、で、またあれ、分解して外に行って、また逆輸入して、うん、日本でなんか入ってるとかね。ねかそのくらいだったら輸出しちゃった方がいいんじゃないの <laughs> <laughs> もうそこまですん、そこまで出た、ね、ったら、あの、友好国の方にね、輸出しちゃっても同じじゃないかなと思ったけどね、私はね。ちょっとやっぱり少しルールの見直しは必要だと思います。うん、あんなのかっこ悪いじゃないですか、あれ。 なんかまあ、あの、あれにちょっと前から言われたんだけど、ネスさんがあの、なんか、粘着してないずっと質問してたら、結果的には今度、あの、いい木原さんの方がね、あの、国防大、国、国防大臣のね、はい、なんかまあ、いろいろと見直すみたいな話もしてるじゃないですか。<laughs> あの、我が党のね、若手の鈴木厚氏代議士とか、うん、あの、サイ藤アレックス代議士もこれ、結構早くからですね、注目して国会で取り上げてきたので、我々としてもこれ、取り組みたいと思いますね。うん いや、もうあれだね、あの、今国会、次いつから始まるんですかそもそも ?10 月の16日の終からと言われてますけども、何かまあやっぱり、わ、えー、かりませんけど、うん、補正予算がいつ頃出てきて、うんえー、補正がいつ成立するかによりますね。そう。 一ヶ月近くあるそれとももうちょっと短いわかりません。それどうやって、うん、ただ、逆にも、野党が補正に反対するんじゃ、この補正予算の内容を問うといって解散にする可能性はありますよ。なんですよね。そうです。そす,そすね。あの、補正予算を見,、うん、見せながら解散っていうのもあるんじゃないですかそれはあると思いますね。ねそうすると、ひょっとしたら、秋にも、今国会、理事国会で解散もあり得ると。あの、補正予算が一つのですね。うん えー、解散の大義になる可能性は十分あるので、しっかり備えたいと思います。分かりました。どうも、今日はいろいろとありがとうございました。